my heart beats accompanied by the rain。 やる感という言葉がある。これは使い古された感じや馴染んだ感じを表す言葉。経年変化が見られる革靴にとってこの言葉は革靴にもぴったりとはまる。私が主に持っている革靴はカジュアル履きできるものが多い。そんな革靴が慣れてくると最高にかっこよくなる。これはホールデンのミリタリーラストが使われた 57310F という型番の革靴。トゥモローランド別注でカラーリングが独特。ブラウンにグリーンをミックスさせたような独特の色味。まずこの色味からもやれた感じがある。革はカーフという素材。生後半年以内の子牛の革で柔らかさのある革。特にホールデンのカーフは非常に柔らかく、タブランドとは明らかに違う柔らかさがある。この柔らかい革がやり感を出している。特に前足部は柔らかい革のためかペタッとした感じになっている。つま先の芯材も柔らかく、横から見た時のボリューム感があまりない。これが使い古されたやれた感じになっている。シワの入り方もいい。モコッとしたシワと深めに入ったシワ、何度も履かれて形成された履きじわがたまらない。シワは他の部分にもあったり、革本来の芝もあり、革自体もやれた感じがある。ホールデンは私にとって道具のような存在。道具というにはいささか高価な革靴ではあるが、実際に履いているとホールデンは道具のような存在に感じる。履けば履くほど雰囲気が増す。そして履くほどに好きになり、気がつけばホールデンの革靴が発足。足は2本しかないのに。バービックはスペインの革靴ブランド。1991年に誕生したブランドで、欧米の革靴ブランドとしては比較的新しいブランド。3万円台から購入できるコスパの良さが魅力で、最近人気が出ている。そんなバービックの U チップのやり感がたまらなくいい。使われている革はデュプイ社のアニリンカーフ。アニリンカーフは染料染めで仕上げられている革。革に色を染み込ませて作るため、革本来の質感を楽しむことができる。しかし染みができやすかったりとデリケートな革でもある。そんなバービックの U チップを8ヶ月ほど履いたらこんな感じになった。お手入れする際はサフィールノワールのクレム1925のマロンというカラーを使った。老成分の多いクリームで塗ってブラッシングするとツヤが出てくる。アニリンカーフは色抜けしやすい革とも言われており、無色のクリームを使って色抜けを楽しむ方法もある。しかし私は色付きのクリームを使って補色をすることで革の色に深みを出した。色はだんだんと濃くなり、今ではこんな感じ。ツヤが出ているのもいい。それでいてアニリンカーフの特徴でもある革の質感もあり、それがやれた感じを出している。革はカーフということもあり柔らかい。その柔らかさによってシワも深めの履きじわになっている。この深めのシワが入ることで使い古された感じが際立つ。動画のコメント欄ではこの靴が汚いと言われたことがあるが、確かに汚く見えないこともない。しかし U チップはゴルフシューズやハンティングシューズに用いられたデザイン。むしろ汚いくらいがかっこいいと個人的には思う。まあ考え方は人それぞれ。やはりブーツのやり感はたまらない。このブーツはグラントストーンというブランドのもの。もともとオールデンでキャリアを積んだ方が立ち上げたブランドだけあって、見た目や履き心地がオールデンに似ている。そんなグラントストーンは使っている革にこだわっており、こちらのブーツには放印社のクロムエクセルレザーが使われている。オイルがたっぷりと含まれた革で弾力感のある柔らかさがある。これはカーフとはまた違った柔らかさ。また生牛の革であるステアハイドをなめしているだけあって、革に厚みもある。履きじわは荒々しさがあり、やれた感じが出ている。ブラウンカラーというのも相まってか、くたびれた感じがすごい。お手入れはほどほどに、そして気を使わずに履いているためか、ところどころに傷もある。これがまたやれた感じを際立たせている。ブーツはこれくらいの傷があっても様になる。
そしてブーツの良さはシャフトの部分にもシワができること。シワが好きな私にとってはシャフトにできるシワも好み。履き込めば履き込むほどかっこよさが増すブーツ。これから冬に向けてもっとやれさせていきたい。ドレスシューズが好きな方にとっては今回紹介したやれた革靴はだらしなく見えるかもしれない。だけどカジュアル革靴であればやれた感じはプラスの作用があると感じる。コメント欄では靴が汚いとか薄汚れていて靴がかわいそうとか書かれることもあるけど、靴の履き方や靴に対する考え方は人それぞれ。ジーンズだって色落ちしていたりボロボロな感じがかっこよかったりする。そんな感じで私はこれからもやれた革靴を楽しんでいきたい。ということで今回はこの辺で。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。